セカンドよく取りました。いやー、ツーアウトランナーがありません。抜けるかな。おー、華麗にさばいてスライダー、井端得点。さあこのボール上げがゲッツーになるのか。うわ、これは好プレーだ。4-3。素晴らしいドラゴンズの守備陣です。いやー、これはお見事、グラブトス。そして井端がファースト走塁、見えますよね。三遊間、井端ジャンピングスロー、平方というとそうですよね、うん、石原の当たり、取った取った、初球から行った、セカンド左取った、ショートフォースアウト、そして一塁へダブルプレー、見切れなかったという感じですかね。ですよね、はい、普通の守備体系だったらこれ抜ける位置ですから。そうですね、はい、はい、号がかかる今日のゲーム第1打席、引っ張りました、いい当たり、セカンドよく取った、倒れ込みながら起き上がって一塁に送って、ナイスプレー。小田が会った時には目を疑ったと落合監督は話しています。ショートゴロはどうだ、クロスレアウトにできるショートはプロ野球に何人いるでしょうか。はい、やっぱりあの結構のスピードがね、はい、打球するんで、はい、ヒットならよし俺に来たというようなね、はい、ものが出てくると思うんですよね。さあ悩んだにできない、これは真ん中の球だ、ダッシュ素手で取って一塁へ、アウト、ファインプレーだ。得点ありませんが今のプレーもう一度ご覧いただきます。素手で取る、足元、ショート掴んだ、三者残塁、打ちました、三遊間のゴロ、ショートバックハンド取る、一塁はアウト、三遊間を破る、おっとショート井端横飛び、ファインプレーで抑えました。はい、いつも元気です。さあその元気いっぱいの田中、ショートゴロ、8日ぶりのマウンド、8日ぶりのセーブ、つくか、ショート取る、そして一塁送球する、取れます。その辺を見て谷繁は何を要求するか、また同じコースに来ました、これ渡すだ、ボテボテの当たりは素手と取っていいプレーです。これがボテボテの当たりになりまして競争になりました。これ荒木の守備はうまかったですね。あ、やっぱり突っ込んできてね、うまくカバーしましたね。2日マジック40、これがつきました。さあこれは俊足の青木ですが今日はない、本当に楽しいですね。ですね、これはショート一塁へ、どうでしょうか、これ今日出ますって言ってたんでしょ、セカンドに飛び込んだ、またこれ戻った、一塁、これもアウトだ。シーズンが長距離バッターですのでね、はい、ストレートは荒木のいいプレーです。1番バッタージャイアンツ戦から戻ってきた前田です。125キロ、スライダー、ショートの後方、セカンド荒木、ドラゴンズの系統に入ってくれれば、非常にチャンスは出ると思いますね。はい、また荒木の今日セカンド、これも掴んだ、センターに抜けない、ダブルプレーになるのか、ショートが追いつく、一塁に送って一塁間に合いました、アウトです。特にね、代表されるのがね、はい、ここはよく取った、荒木の好プレーです。なかなかこう状態が上がらないというところでね、はい、まあ非常にコミュニケーションを取りながらね、いろいろこう彼に、ショート井端よく取った、荒木からスキル打つ、なるほど、山本もね、おバックハンド掴んだ、荒木ナイスプレー、一塁に送る、叩きつけた、ショートの井端ランニングスロー、華麗です。これがセンターラインの中日の強さです。行きますね、投球数が、外井端が待っていた、ヘッドスライダーのビッグプレー、もうコースからしたら間違いなくヒットです。
それを追いつくんですからね。三遊間、また井端がいた。出ています。そしてこれは先ほどの井端のファインプレーだと思いますけどね、はい、これはセンターへ抜けるか。いや、ショート井端。そうですね、はい、まあ、敵ながらというんじゃないですけど、あっぱれですね、これはね、はいはい、これは本当にプロとしてのプレーですよね。見事高いバウンド、ショートは井端だ。セカンド追いついた。あー、これ右方向、セカンド追いついた。アウト。ピッチングをしてきましたね。1、2塁間のゴロ、どうだ。セカンドボールを取った。よく取りました。1塁送球。8番、今日も日高が入りますが、ショート井端ジャンプ。再三好守備を見せている井端。ランナー三塁二塁、ピッチャー返し、セカンドバックハンド取る。ナイスプレーを見せました。同点のタイムリーヒットがあった金本、初球攻撃ですが、ピッチャーの横、セカンドグラブトスアウト。来ないですね。おっと、よく取った荒木。打ち返した。打球はセンターに、いや、セカンド荒木が回り込んで、セカンド送球。セカンド、さあどうだ。セカンド、ショート取った。井端一塁アウト。あっと、グラブに当たった。取ってツーアウト、一塁はアウト。キープすることはグラブができませんでした。センター方向へのカッティングですが、またセカンド捉えた。荒木井端に、難しいですよね、今度は荒木です。先ほどは井端、今度は荒木。代打の関だけど、ボールは逸れている。サードだ、一塁はどうだ、快速だが、アウト。5回です。この回先頭相川の当たり、ショート井端が回り込んで一塁へ遠投が、ヒットを打って、こういう展開で、うん、これは三遊間どうか、二塁アウトです。パシーツ、うん、頭を越えた。さあ C2 走る、アウトで、2人がどういう結果になるのか。三遊間井端が回り込んで掴んでいる逆シングル、一塁よくてアウト。この場面ではどうでしょうか。センター返しなるか、いや回り込んだ、セカンド送る、ショートゴロ、競争になる。井端ナイスプレー。井端追いついた。そして一塁へナイスプレーです。の見せ場かもしれませんね、小松さんね。これうまいですね、この1回転するんですけど。プレーも一つ取りましたが、セカンドの上を越えません。あら、詰まった三遊間はショートゴロ。井端ジャンピングスロー、間に合いました。バットを折りながらもセカンド取った。ああいうのはやっぱりピシッと決めていかないと、はい、セカンド荒木よく取りました。飛びついた、二塁ランナー飛び出している。ショートゴロ、ピッチャーの頭上、ショートは井端。さあ2回こう立ち直ることができるか。ショート右、井端うまい、打ちました。一塁間の当たり、セカンド回り込んどった、セカンドへ送球、フォースアウト。セカンド低いライナーを掴んでいます。繋がってますもんね。そうですね、打ちました、ショートの上掴んでいる。全く無駄のない一番高いところでボールが飛んできて修正できていると、センター中心のバッティングができている、自分を結構納得しているみたいですね。引っ張ってきたのは西です。バットの先、センター抜けるか、飛び込んだ、すぐ立ち上がる、一塁アウト、ファインプレー。カーブできた、三遊間深いところ、井端の遠投間に合いましただと思いますけどね。金本はセカンド、荒木がして打っていってもらいたいと思いましたね。そうですか。その金本はショート井端へのゴロ。井端さばい、これから大事になってくるでしょう。阿部が打ち返して、ああしかしここはもうショート軽快にさばきまして、ショート深いところ、一塁送る、
アウトです、ね、はい、内側のホームランって1球もないんですよ。あ、なるほど。ショート飛びついた、よく取った井端、ナイスプレー。